リーグ。アイドルのためならどこへでも駆けつけるあの男が今日も動き出した。その歌う荷物の行き先は、そして目的地に到着したことを知ったその段ボールはテンションが上がる。ベイベー恋に乗っか乗っか口づけしたらしたら、あれどんな、あれ、あー着いた、長かったな、ノックアウト。そう、あのアイドルフリークは今回長野へ。あ、潜入秋葉寛平さん。思わぬところでノックアウトされた秋葉さんが潜入したのは長野放送。奇跡的に命に別状はなかったが、急遽代用品で絶対安静。あ、これじゃマジックかけないわ。すいません、すいません、ちょっとあのホック外してもらえませんか。ホック、ちょっとマジックかけないんで。すいません。おお、すげえ、ホック外し名人ですね。すごいな。お嫌いじゃないでしょう。結構結構さてはお好きですね。名人のおかげで怪我もすっかり感知した秋葉さんが今回潜入した番組は、土曜だ、長野放送土曜だぴょん。土田輝之と三影アナを司会に地元の情報を生放送でお送りする人気番組。今回はあるアイドルがゲストなので秋葉さんは燃えている。皆さんに拍手をちょっとお願いしたいと思います。番組を盛り上げていただくために。トークバトルの決戦ですよ。神奈川島の決戦ですよ。武田信玄と上杉達也の。そして決戦の時。15秒前です。はい、お願いします。10秒前8、7、6。15秒前です。長野放送の生番組に潜入した秋葉さん。8、7、6、5秒前。ソフトだ。いよいよ禁断の生放送が始まった。こんにちは。今回はスペシャルということで、はい、公開生放送でお送りいたしております。はい、スペシャルですから。素敵なゲストをお招きいたしました、安めぐみさんです。はい、お願いします。大活躍中の安めぐみちゃん、緊張の生放送で失敗できないめぐみちゃんをカンペで救う。あ、ようこそいらっしゃいました。こんにちは、どうぞ。お願いします。なんとですね、はい、ドラピョンにアイドルが来るのが初めてなんですよ。はい、初めてですね。昔から可愛らしくて。さあ、そんな安めぐみちゃんですが、うん、長野のイメージとかってあります？長野といえばみたいな。そうですね、仕事で何度か来たことはあって、うん、好きですね、なんか、うん、はい。はい、なんか、なんか他になんかあります？他には、はい、あ、そんなまだ詳しくはない。どうしたんですか？ごめんなさい。うん、すごい、でも好きです。あ、好きですか？リンゴが有名ですよね。リンゴね、はい、そうですね、うん、はいはい。ヤスさん面白い方ですね。ヤス、ね、最近ハマってるものとか。ハマってることは何ですか？ハマってるものはですね、そうですね、ハマってるものは、そうですね、お風呂に入るのがすごく好きで、長風呂が、はいはい、で前から知ってるんですけどね、はい、ヤスちゃんがいてどんな女の子なんですか？はい、どんな女の子なの？スポーツできなそうって言われるんですけど、はいはいはい、ちっちゃい頃から結構、はい。どうした、何がおかしいんだ？インターナショナルな、インターナショナルになりたいなと。なりたいな、はい、いや今現在はどういう女の子なの？いや、ちょっと豚のようなちょっとね、いや、いや、じゃないけどさ、思ってるんですけど。可愛らしいですよ。あ、本当ですか？リンゴについても知ってらっしゃるということは、他に知ってることがあれば。あとですか？でもその名物を食べたりとか、そういうことはまだしたことなくて。ちょっと、じゃんけんで知事を決めたんですか？いやいや、そんなことないですよ。そんなことない
ないですよ。皆さん、それどこから田中知事はどうですか。じゃんけんで決まったんですよ。です僕も初耳です。あんた、生放送で何なんですか。嘘なんですね。じゃんけんで どんなね、地方なってことですから。適当な地方になっちゃいますからね。私、嘘好きになっちゃった。ごめんなさい。長野県は俳人小林一茶を生み出した。そうだ、有名な知ってます。なんでね、ちょっとこう俳句でも一つ長野についてのね、ミキさん気持ちを読んでください。はいはい、次行く。はいはい、寒い朝アンドリンクに響く声。皆さんもウィンタースポーツは。そうですね、あの去年からスノーボードを友達に。そうですか。はい、ヤスさん見せてください。書きました。はい、リンゴだよ、長野は空気も美味しいね。すいません、バカな子が書いた。いや、読み人の心がしっかりとね、伝わっていく。他になんかパッと思いついた言葉とかありますか。パッと思いついた。はい、育英井森のお料理バンバンとか。あー、長野関係ないですよね。いい加減にしてくださいね。ごめんなさい。そして盛り上がりましょう。土曜だ、土曜だ、ピョン。秋葉さんの軽快なフォローで安めぐみちゃんの生放送は順調な滑り出し。呼んでみましょう、はい、みなちゃん、はい、今日は。そして番組は中継のコーナー。ここでも秋葉さんはめぐみちゃんをフォロー。関君に代わる私の今日のパートナーをご紹介しましょう。いや、こっちに入るとここはハーブ園ですね。そう、ハーブガーデンになりますけどもね、ガブっていきますか。はい、あ、いい香りしてきますね。本当ですね、ちょっとここにね、ハーブっぽい。あ、何ですか。ものがありますが、これはミントじゃないですか。ミントね。匂いをちょっと。At the moment, some of the best flowers are the daisies. 今一番綺麗だと思います。見事だと思います。で、あのこう見るからにですね、とてもね、青々としていますけれども、これだからこんなに青々してるんですね、芝が。日本ではあんまり見ないこれ風景ですけども、じゃあこちらに来ればもう雪が降るまではこういった青々としたお庭を見ることができるわけですね。They can see the snow season. That's right, yes. まずはやっぱり食文化からですね、はい、ご紹介しようと思います、はい、見てください、ジャムが乗ったパンです。いただきます。ローズヒップ。ローズヒップということは、バラの実という。あ、すごい生姜。生放送はますます順調に進む。さて、続いてはミッチャリーナセレクションです。心優しい秋葉さんはスタッフも助ける。あ、はいはい、はい、2月のバレンタイン商戦に向けてが進行が少々遅れ気味なので、美味しいと思いますよ。刺しますよ。やっぱほら、あのね、はい、あのチョコバナナなんていうのがありますから、うん、僕はもうやっぱあの、それからこのポリフェノールがたくさん含まれてるので、あのさらに遅れる生放送、はい、で大人の女性は、はい、そこで出たのがバーになってるんですよ。ゴディバー見てください、うん、わかりますか、はい、バーでね、自分専用でこうご褒美に食べられるというものなんですよ、うん、はい、中国のいただきます。美味しいですよね。いや、スタジオにトンボなんか飛んでないです。チョコレートです。トンボが飛んでる。飛んでないです。チョコの説明がそんなにおかしいかな。食べたい。食べたい。食べたかったらいつでも。なんで暴力を振るわれたんだ。美味しいとこだなと思って。美味しそうですよね。秋葉さんの目の回るようなフォローでめぐみちゃんの生放送は大成功のはずが。長野県常識クイズ。なんと予想外にクイズコーナーが残っていた。大ピンチのめぐみちゃんを救うため、秋葉さんはある作戦に出た。長野県常識クイズ。なんとまだクイズコーナーが残っていた。
アイドルにとって最も難関といえるクイズ、ヤスめぐみちゃんピンチ、どうする秋葉さん。もっともっと愛することができるという。じゃあ回答者紹介しましょう、ヤスめぐみちゃんです、はい、そう、来週は秋葉さんスペシャル第3弾、ヤスめぐみがカンペだよりで生クイズに挑戦。さらに学園祭のイベントに現れたあのアイドルがカンペに助けられデビュー曲を熱唱。そして秋葉さんの本秋葉ボーンが宝島社から11月3日に発売。それを記念して11月9日秋葉さんオフ会を開催。詳細は番組ホームページを何回もクリック。